はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルームメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、まあ、音楽って僕も、まあ、もちろんランさんも聞くんですけども、はい、まあ、聞く音楽ってその自分たちの世代に、まあ、流行ってるもん、はいはいはい、まず聞くんやけど、はい、次に影響が大きいのって親の世代の音楽ちゃうかなと思って。ああ、はいはい、そうですね、確かに今のなんかこう若い人とかでこういろんなカバーとかやってね、インディーズでもやってる人とかいろいろいるんですけども、うんうんうん、結構ねその30代ぐらいの人が昭和の歌謡曲をカバーする人ってなんかよく見かけるなと思って、それを繰り返すとちょうど時代的に親の世代の曲やねんな。まあそうですね、30代だったら50代60代ぐらいですもんね。そう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 、ね、だから今そのうちのこのチャンネルで語ってるいろんなアーティストの人たちの曲のカバーをする人が30代で意外といるなと思って、で考えたらやっぱり親の世代の曲のその影響ってめっちゃあるなと思って、それ自分自身もそうやなと思って。まあでも小さい時からその音楽に触れてるっていうことですもんね。うん、そうそうそう、親の影響って。で今の時代ってその聴けるやんか、昔のやつが、うん、はいはいはい、これなんか懐かしいなと思ったら検索して聞いたりとかもできるやんか。そうですね、確かにね。で僕らの頃までやったら、うん、その聞くには CD とかレコード買わなあかん、ステレオ持ってなあかん、ステレオってまた言い方が懐かしいそう、私も今懐かしいワード出てきたなあ思ってステレオ持っとかなあかんとかちょっとハードル高かったんやけど、まあまあそうです、ね、今なんかもうスマホやなんやかんやですぐ聞けるし。あ、そうですよね、1個ピッて調べたら YouTube も出てくれば何やのいっぱい出てきますもんね。今はだから古い曲検索しやすいんですよ、ね、うんうんうん、昔ってもう古い曲売ってないから。まあそうですよ、テレビで流れたらラッキーぐらいですもんね。だからそれを録音するとかラジオで録音するか、はいはいはい、やってた、やってた。あれですよ、中古レコード屋さん何軒か回ってこのレコードないかなとかいうふうに探したり、あとレンタル屋さん行ってレンタル上がりの中古 CD を買いに行くね。わかるわかる、あれはようやってた俺も。レンタル屋さんもうだってもう俺休みのため学校休みのためにレンタル屋さん行ってたもん。あ、なんか私もそうでした昔ね。なんかいろいろ辛いねな、あれ、あのアーティストによって値段ついたやつだったらなんか100円になってる人もあーってなる時があるんですけどね。そういう風にしてたんでね、だから今の世代の人の方がそういう親の世代の曲に触れるのは比較的昔よりは簡単なんじゃないかなと思って。まあそうですよね、まあ、何でもあるじゃないですか、 Spotify とかでもこう、うんうん、ね、iTunes とかでもほとんど うん、あの再生できるし、まあまあまあね、一部 こだわりのある人とかはあのサブスクやってないですけど、でも今サブスクとかもダウンロードとかも簡単にできるから、でやっぱり親の影響って大きいなと思って、うん、音楽自体がその親の影響って大きいんちゃうかなと思いますね。まあでも親の教えっていうか、うん、親が聞いてたものとか、うん、親の感覚、ジャンルがこれ好きだとか、はい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 、でそういう感覚ってやっぱりこう子供の頃に覚えてんねやろなと思いながら、僕も多分今親の感覚でやってるかなって感じですね。昔親が GS 聞いてたから、物心つく前から聞く音楽って意外と脳みそに残ってたりするもんなんですか ね、うん、それでね、幼稚園の、歌、はい、演歌っていう、幼稚園歌、はい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 、校歌じゃないよね、幼稚園、まあ、歌って、あの公園の園に、公園の園に歌ですよね、はいはいはい、で歌える、私歌えないです。てか演歌なんかあったんかいう話ですけど、私保育園やったんで、俺歌えんねんでも高校は忘れてんねんあ、でも私小学校の校歌は歌えます。 あと中学校の校歌、うん、はい、高校が忘れちゃってんねん。あ、どんなやったか、中学ぐらいまでやな、覚えてるのは。そうですね、でも高校私も覚えてへんわ、うん、でも小学校って一番まあ長いからっていうのもあるけど、6年間歌うんでね6年間ずっと歌うじゃないですか、うん、で覚えてるんやけど、やっぱりちっちゃい頃に聞いた歌ってすごい影響あんなと思って。まあでもそうですよね、うん、だって私も親が、その母親が、あの、なんていうんですかね、あの昭和歌謡ではなくて洋楽がすごい好きな人だったんで、うんうんうん、それの影響かなり受けてますね。だから多分音楽でこういう風に
なってほしいって自分の子供に思ってたら、うん、自分の子供を そういうふうに育てようと思ったら、うん、そういう音楽をちっちゃい頃に聴かさなあかんよね。そうですね、あのいわゆる洗脳ですか。そう、なんとなしにかけてるとかロックミュージシャンにしたかったらロックとかロックかけるみたいな、なんかそういうふうにしといたら20年ぐらい経ってからでも私それにならんかった人間だったんですけどあのピアノをね習わしたくて母親がずっとクラシックを聴かせてたらしいんですよ私に。私ちっちゃいというかなんかクラシック魅力的じゃなくて聴いたら寝るんすよね、うんうんうん、退屈や言うて。でピアノも習わせてもらったんですけどピアノ合わへん言うてすぐやめて、うん、で最終的に走ってったのがもう母がちょっとあまり好まないロックの方に走ってたの、うん、あんたちょっと女の子らしい育てよう思ってクラシックずっと聴かしとったのに絶対言うこと聞かへんなってめっちゃ言われましたもんねそれはでもあの強制するからかんねん。あの子供って強制したら反抗するよ。まあそらそうですよね。勉強しなさい言うたら勉強せえへんようになるし、はいはいはい、もう恐怖とかそんなんでこう抑えつけると反発するから、うんうん、何気にあれってかかってるやつがいいんですよ。でもうちはあのこれを聞きなさいとかこれをやりなさいとか一切なくて、あ、はいはいはい、ただ単に音が好きで勝手に聞いてたやつを覚えてんね。なるほどね、うん、だからポール・モリアとかも聞いとったから俺ポール・モリアも未だに好きやしな。誰ですかそれ。恋は水色とかオリーブの首飾りとか、はい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 、あの人です。はい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 、いわゆるオーケストラやけどバンドが入ってるっていうニュースタイルで当時はやってた、ね、はい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 、新しかったんですよ。へえ。それまではそのクラシックみたいにこうオーケストラはオーケストラでやるもんだってなってたんですけど、そこにバンドとか電子楽器を取り入れてバンドとしてやっていくっていうね、それがポール・モーリアなんですけども、でそれもポール・モーリアも結構聴いてましたからね。家にカセットあったからそれずっと聴いてたから、結構曲覚えてますよポール・モーリアの曲って。で勝手に覚えてねえな、覚えるつもりなくても、覚えるつもりなくても。あとベンチャーズの曲、ベンチャーズ家でずっと音が聴いてるから、ベンチャーズの曲も勝手に覚えんねん。はいはいはい、はい、あとグループサウンズも、あー GS もあのレコードがいっぱいあるから、でそれ家でずっとかけとったり音が鳴らしてたりするから、全部覚えてんねん。へえ。五代五とかアリスとか、なんでだから俺ここの辺よくしてね、よくしてるか、よくあのセッションがセッションしに行くと、はいはいはい、そういう曲がほとんど僕弾けちゃうというか、まあコードぐらいですけど、パパパッともう譜面見にもいけるんですよその辺やったら。よしってんなって言われるんだけど、やっぱり全部親の影響ですね。知ってるというか、なんか勝手に入ってるだけの話なんで、まあまあずっと流れてたからそらね、うん、脳みそのが入ってきますよね。だから絶対強制するより、うん、そっちの方がええと思うんですよ。私はもう基本強制ですよね、うん、なんかもうクラシックが未だに聴けないんですよでもロックもクラシックやからな。まあ元々はね、ただもなんかあの音量がでかくなんかこうやるのがちょっと母親ものすごく敏感な人なんで、音にだから大音量でも音が鳴ってるのがすごい苦手なんですよ、うん、まあ私もなんかそのロック聴いてきてなかったんで、まあハマりだしたのが25歳あたりからとかめちゃくちゃ遅咲きなんですけど、うん、でもそれまではなんだろう、教会に毎週日曜ミサ行ってたんですよ。ほうほうほう。あれ賛美歌をね歌ってて、あれが物心つく前からなんかずっとあのなんかこう勝手に流れてる音楽で、うん、それがベースにあってか知らないんですけど、最初に興味持ったのゴスペルやったんですよ。あ、でそっからブラックミュージックに走ってってっていう感じなんで、うんうん、あ結構影響大きいなと思って、だってもともとゴスペルって賛美歌なんで、うん、なんかそれが結構影響として大きいかなっていう感じですよね。いまだにやっぱりその、まあ、昭和歌謡ももちろん好きなんですけども、もともとそのブラックミュージックがこう根底に流れてる曲っていうのにやっぱ反応しますよね、おみたいな感じで。本当に僕はその GS とか昭和歌謡っていうのはちっちゃい時に聞いてるけど、うんうんうん、自分の世代で聞き出したのはやっぱりあのロックっていうかうるさい方のロックですね。X はでも当時ねそんな別に好きって思ってなかったんですよね。まあなんか目立ってる人たちやなっていう感じ。そう、なんか大人になってから、あ X いいなとか思いながら聞くようになったっていうねもう40超えてからぐらいであよくできてるよねこの曲みたいな思うようになったんですけど、そうですね、私もなんかその X の曲ってここ最近でこの 3,4 年ですよね、うん、うわすごいいい曲やなと思ったんが、でアルフィーとかもまあ当時聴いてて、ね、アルフィーとかもその昔のやつじゃなくてあの
アルカディアっていうアルバムでこうヘビーなやつから入ってるから、なんか結局そこもともとやっぱそのヘビーな音好きなんやなとは思いますけどね、未だにそこは、本来そういうのもバンドでやりたいなとか思いながらね、クソヘビーなやつな思ってるんですけどもね。でもまあ大泉の影響って本当大きいですよね、曲の好みだったりとか、なんか音の聞き方とかもやっぱり影響出てくるんかなっていうふうには思うんで、だから私基本ね、なんかやっぱりノリで先に聴いちゃうんですよね。あ、まあ、洋楽ノリですね、それね。そうですね、はい、でそこからなんか耳なじみがすごくよくて、あ、かっこいいなっていうので詳細に聞くっていう風な流れでいくんで、これ未だに変わんないんですよ、ただ YouTube を撮って動画見るときはさすがに最初から細かく聞きます、ノリで聞くってことしないので、なんですけど、やっぱりそこら辺変わらへんのってやっぱすごいなって思いますね。なんか三つ子の魂100までってこういうこと言うのかと思って。うちもそうやな、うちもおかんがジュリーファンやったからな。おかんがジュリー好きやって、もう沢田賢治は神やいうタイプやから神や神や、気持ちわからんでもないわからんでもない、なんかわかりますよ私、で最近もなんかあのテレビ見て、あ、まだ活動しはんねんなとか言って言いながら見とるけどね。ジュリーは永遠のジュリーですよね。そう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 いう親の影響があって僕はもう GS とかがもう何の勉強もしてないのに、ギターでちょっとポロッと伴奏せえ言ったら、まっすぐできるんですよ。何のコード表も何もなくてもいけないですよ、グループサウンズだとベンチャーズぐらい、それぐらい頭に入っちゃってる、脳みそと体に染み付いてるやつですよね、でもそれがなかったらまずこの番組こういう方向性やっていこうっていうところがあの、なかったですね、なかったじゃないですか。だから自分の世代の曲やったら曲しか聴いてないとしますやんか、あ、ほんならやっぱりこういう番組もするっていう発想がまず思い浮かばんかったし、まあ初めて聴く曲もかなり多いんですけども、それもでもやっぱりその親の影響でグループサウンズとか聴いてるから、あ、古い曲でどんなんだろうなっていう興味が湧くようになったんですよね、まあ、そこもあるし、でちっちゃい時にテレビから流れてるのは知ってたから、でそういう声をずっと聞いてたから、なんかそれが何でしょうね、懐かしいじゃないけど恋しくなるというか、ああ今こういうのないよねって、なんか昔のあれ良かったなって思うようになるんですよ、自分が年取ったからかもしれないですけどもまあでもそれ言うてなんかちょっと年齢いい感じで取ってきたな、年取ってきたなっていう証拠ですよねそれね、そう昔のこういう耐え方する人って今いてへんなとか思いながら、で、まあ、こういう番組をするようになったっていうか、まあそうですよね、あえてその昭和とかそっちの方にシフトするようにしたんですけどもね、まあそれも全部親のおかげなんやろなと思って、まあベースにそれがあるからこそっていうところですよね。そう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 、だから私がもしこの番組を運営しますってなったらそっちの方の思考がないんで、まあ言ったらその昭和歌謡にあんまり触れてこなくて生きてきた人間なんで、だからこそまあリアクションがあんな感じじゃないですか、何やこれ言うてね、まあそれはそれですごくありがたいなと思いますね、そういった機会で、こうやっぱ昭和歌謡ってすごくいいんだよっていうのを、やっぱりこの番組通して教えてもらってるんで私自身。そう、昭和歌謡がどの範囲やねんって、昔でもその親の世代でいう昭和歌謡ってもっと古いやつのことを言ってたからね。昭和歌謡って言うけどあれ平成歌謡とは言わへんな。言わないっすよ。あ、なんでやろな。平成ソングですよ。平成ソングってなんで昭和だけ歌謡やねんな。なんか歌謡の定義もいまいちよく分かんないっすよね。ね。歌が踊ると書いて。そう、歌が踊ると書いて。なんなんやろ。誰が定義付けたんやろ最初にって思いますよ。平成歌謡って出てくるんですかね。なんかもう令和二十何年ぐらいになってきたら平成歌謡ってなるかもしれないですね。まあでもあの昭和の方にやっぱり僕は昭和生まれなんで、言うてでも昭和の期間短いですよ、まあまあね、小学校6年まででしたから昭和って、でその期間に聞いたやつがやっぱりでもね後から聞いたやつ一番濃厚に残ってるんですよねやっぱりこの期間の小学生ぐらいまでの親の聞いてる曲の影響って絶対これ今後ずっと大人になっても出てくるんちゃうと思う。そうですよね。でだからその、まあ、周りでもそのツイッターとか見てるとやっぱり30代の人がですね、中森明菜さんとか、あの辺カバーしてる人意外と見かけるんですよ。はい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 、あのバンドじゃなくても例えばカラオケで歌ってる姿とかも大体、ね、中森明菜とかこの辺の80年代、あ、はいはいはい、ちょうど計算合うんですよね。
あー、ちょうど30代80年代ぐらいに生まれてる人多いんで、うん、そう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 、あー、なるほどなるほど、そうなんですよ。へー、それぐらいの時のアイドルの人の歌とか、まあ、山口百恵さんはもうちょっと古いですけども、うん、百恵さんはやっぱりずっとかかってるじゃないですか、どっかでは。まあまあそうですね、うん、っていうのもあるし、なんかそういうカバーをされる方が多いなと思って、でこれがまたなんかそういうブームがあの来てるのも一つその親の要因があるんちゃうかなと思って、まあでもなんかね、我々からしたらなんか、まあ、親世代からしたら懐かしいってなるかもしれないですけど、うん、我々からしたら懐かしいっていうか斬新っていう考え方になるんですよね。だって、うん、あのまあ普段触れてるものじゃないものになってくるんで、うん、でもこれ音楽どうなんやろな、こう音楽ってさ今そのデータが溜まっていくもんになってるやんか、うんうんうん、で昔ってある程度忘れていくもんやってんけど、はいはい、うん、今って蓄積型なってるから、はいはいはい、これ今後どうなっていくんやろって俺ちょっと予測ができへんねんな。だって楽曲もいろんなパターンがこう出尽くしてるって言われてるやん今。いやもうこの先どうなんねんやろとか、うん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 、新しいもんもっと画期的なもんを見出すことできんのかなとか、これ難しいところですよね。画期的なもん見出したところでそれが一般の人に受けるかどうかっていうところもまた別問題じゃないですか。そうその意外とその僕歌って本能に関わるところがあると思ってるタイプなんですよ、はい、鳥と一緒でその音とか周波数とかがあって、はいはいはい、うん、そういうのは意外と本能に関わってくるところがあるから、あんまり変なものを作り出してもこれはちょっと受けへんのかなとか思ったりもするし、まあ、みんな頑張ってる人いてますけどね、うん、なんかどこぞの民族の音楽をちょっと取り入れてみましたとかね、ホーミーとか、そう、とかね、あんなのか、なんかあのブラジルのなんか先住民族のあの音とかで、ブザバダーラっていう部分をなんか曲の中にちょっと盛り込んでみたりとか、曲の構成に入れてみたりとかっていうのをなんか聞くんですけど、いやでも一般素人からしたらもう分からんってなるじゃないですか。難しいですよね。分からんわそれっていう。さあ、まあそういう時代はどうなっていくんだろうと思うんですけども、はい、だから僕らの子供の世代になると何なんやろな、だから、うん、結局その自分の世代のやつが子供が覚えてるってやつか。そうです、僕らやったらバンドブームやから、バンドブームの曲をその子らがひょっとしたら懐かしがってまた聴く時が来るかもしれないしね、はい、ということでね、はい、音楽性って結構親の影響あるんちゃうかなっていうのを、うん、ちょっと今回話してみました、はい、ということでこれぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。You are